国民民主党原口和弘が無視すぎて大炎上、ダムの洪水対策を理解できず批判殺到。台風19号に関連し、国民民主党の原口和弘さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。こちら、ダムの洪水対策について、こういった理解でいいんですかと。 確認をされてるんですけども原口さんダムが何のために存在していてどういった対策を行っているのか一切理解できていなかったということがこの発言によって明らかになってしまいましたこの当時の民主党はですね マニフェストに、まあ、例えば、ヤンバダムなどの中止を掲げていたんですけども、彼らはこのように、ダムが何をしているのか、一切理解していないまま、ダムに反対していたことが確定してしまっております。まあ、こういったダムについて、 簡単にご説明をいたしますと、水害においては、洪水においては、時間稼ぎを行う施設でございます。また、例えば映画のワンシーンのように、ここは俺が食い止めるから逃げろとやるのがダムであり、ダムも無限に水を貯められるわけではございませんので、水がいっぱいになったら、 流すしかありません。ダムが水を流さなかった場合水がダムを乗り越えて流れてしまい設備が壊れ制御不能になってしまいますそのような事態になりますとさらにですね危険な状況になってしまうためダムはもう水が貯められないと 判断した時点でダムを守るためにダムに流れ込んでいる水と同じだけの水を流すように決められております。こういったダムに対する理解が、まあ、本当にですね、まあ、明らかに不足しており。 今回ギリギリのところで民主党が妨害したヤンバダムが利根川の決壊、反乱をなんとかですね、食い止めておりますけども、こういった、なんと言えばいいんでしょうか、無知な方々が国会議員になって、ダムなどの 意義ダムが何をしているのか、全く理解もしていないままコンクリートから人へと行って適当に事業を中止し多くの国民を危険にさらしてしまったそういった事実が今回の台風でも明らかになってしまいましたのでこういった 民主党時代から何も成長していないおかしな野党には皆様絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。